はい、こんにちは、レトスの大野です。7月9日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日です。短期集中実力アップ講座では、法律知識が全くのゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいます。もしあなたが少しでも勉強したことがあるのであれば、その方よりも一歩も二歩も前にいます。つまり今からでも逆転合格は十分可能です。逆転合格するためには、効率よく要領よく勉強する必要があります。覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する。これを間違えてしまうと一向に点数が伸びません。短期講座では問題集を進めるだけで、この覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する、この2つが一緒にできるように解説を作っております。だからこそ3ヶ月で一発合格できるんですね。今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指している方はお待ちしております。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、あなたの受講をお待ちしております。それでは問1に入っていきます。 B は A に対して B 所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。その後 A に破産手続き開始の決定があると、A の代理権は消滅するが、 A の代理権が消滅しても C が善意無過失であれば、その売買契約は有効である丸か×かという問題です。この問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは丸です。 B が本人、 A は代理人、 C は相手方という状況で、代理人 A が破産手続き開始決定を受けたんですね。で、そうすると代理権は消滅します。これは破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるからなんですね。まあ、本人保護を目的としています。で、それに反して代理人 A が代理権を行使した場合、相手方 C も保護しないといけないですよね。この場合、まあ、代理権消滅後の表権代理というルールなんですけれども、相手方 C が善意無過失であれば、表権代理が成立して C が保護されます。で、C が保護されるっていうことはどういうことかというと、代理人 A が行った売買契約って有効になるんですね。なので、この問題文の C が善意無過失であれば、その売買契約は有効である。これは丸になるということです。それでは問2に入ります。宅建業者 A が B 所有地の売買の売買の依頼を受け、B と専任媒介契約を締結した。 A は B の申し出に基づき契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をした時でも、その期間は3ヶ月となる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。専任媒介契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。なので今回の問題、6ヶ月っていうふうに契約してるんですけども、これは短縮されて3ヶ月になるということです。で、これっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね。専任媒介契約をして、もしその媒介業者がしっかり募集活動をしていなかったら、依頼者困りますよね。 B さんは困るわけですよ。でも3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよね。だから専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月っていう風なルールにしてるんですね。ちなみに専属専任媒介契約も同じです。一方、一般媒介契約、これについては有効期間のルールはありませんので、どれだけ長くしてもまた短くしても構いません。その理由っていうのは、一般媒介契約は専任媒介契約、専属専任媒介契約と違って、他の業者に自由に頼めるんですよね。専任媒介契約、専属専任媒介契約は宅建業者1社に限られるんです。だからその1社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。一方で一般媒介契約は何社でも媒介依頼できるんですね。だから1社頼んだとしても、その業者が働かないというのであれば、じゃあ違う業者に頼みますって、違う業者にも重ねて、まあ、2社とか3社とか4社とか頼むことができる、媒介依頼をできるので、だから別に有効期間は短くても長くても構わないというふうなルールになっています。このように一つ一つ理解しながら学習進めると忘れにくくなりますし、応用力もついてきます。丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら何度やっても忘れてしまうからです。合格するために理解学習をしていきましょう。で、3番ですね。開発許可です。
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である丸か×かということですね。答えは×です。まあ、幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、専修学校、まあ、そういったものの建築を目的とする開発行為は原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがって×になると、開発許可不要ではないから×ということになります。でこれは基本的な問題で、まあ、単に、覚えていれば、解けるんですね。しかしこの問題を少し、いじってしまったり違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なのでまず考え方をしっかり押さえておくっていうことがまず一つですね。これは前回の動画から、お伝えをしている内容です。考え方の流れですね、これをちゃんと押さえる。でこの問題に限ってなんですが、ちょっと引っ掛けポイントがあるんですね。まあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので、短期講座で解説していきます。そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました。効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。